レッツさん、ハノイニアブレイクグループ内に大会で ACL 敗退。赤いスター。なわ。ベトナムに負けるのかよ。2大会で敗退確定。人選だけじゃねえか。本当に満身創痍だな。マジで攻撃のアイデア少なすぎだろ。パス出しては止まり、動き直すこともない。そりゃ点取れんわ。立ちの悪いピッチに対応できないまま試合終了。マジで2列目は総取り返しても良いレベル。オギワラは前向くしかない。ショルツが決めたら終わった試合。ここが限界だったかな。この試合数を戦えるメンバー集めができてないです。カンテ選手と PK 以外でゴールできない。これが改善できず。浦和の補強情報がドバドバ来そう。どう見ても走れてないから選手を攻めるのも酷か。CWC は頑張れるよね。